JR 高崎線吹上駅に来ています。今日はここから俗百名城の一つ忍城を訪ねます。駅前バス乗り場2番乗り場からですね、ここから前屋経由で忍城に向かいます。時刻表はこんな感じですね。1時間に2本くらいの間隔でバスが出ています。はい、ではね、早速地図で確認をしてみたいと思います。現在いるところがこちら吹上駅の北口になりますね。はい、ここを出発いたしまして、どこに行くかと言いますと、今拡大をしていますが、こんなところでしょうかね。はい、秩父鉄道の行田市駅というところがあります。でそこの南側ですねのところに忍城の本丸跡というところがあります。はい、ここまでですね、バスで行くことになります。はい、それではね、バスに乗って移動することになりますけれども、こちらですね、吹上駅を出発いたしまして、こちらものづくり大学のね脇を通りまして、前屋経由という形で忍城のバス停まで向かうことになります。所要時間はだいたい15分前後ですね。バス料金の方は250円ということになっております。15分ほどでバス停に到着しました。はい、早速右手にね、鐘楼が見えてまいりました。直進して信号を右折します。こちらが正面ですのでね、回り込んでいくことになります。はい、右手前方にですね、御三階櫓が見えてまいりました。正面の御三階櫓は本来はもう少し先にあります水上公園あたりに建っていました。それが後に明治時代に破却され、昭和に入ってからここに再建されました。実際にはもう少し小さい櫓だったようです。御三階櫓というのは天守を持たない城が天守の代用として使用した櫓のことで、事実上の天守を指します。ここ忍城は室町時代に成田氏によって築城された城です。映画のぼうの城で取り上げられた城としても有名です。周囲を荒川、利根川に囲まれた要塞堅固な城として知られ、関東七名城の一つでもあります。戦国時代には豊臣秀吉による小田原攻めの際、ここは北条型の城であったことから石田三成を総大将とする数万の兵に攻められます。豊臣軍は水攻めを行うんですが、ここ忍城は落城することなく、先に小田原城が開城したことにより終戦開城となります。これにより忍城は後に忍野浮城と呼ばれるようになります。高麗門をねくぐったあたりにですね、忍城の由来を説明する案内板が出ています。先ほど外から見えていた鐘楼ですね、これは中世または戦国時代のものではなく、江戸時代に松平氏が元の任地であった伊勢の桑名で作らせたものを移築したものです。そして外周には土塀や狭間などを見ることができます。狭間というのはこの小さな穴のことで、ここから弓矢や鉄砲などを用いて
敵に遠距離攻撃を仕掛けました。まあ、もっともこれはですね、後の時代に再建されたものですので、戦国時代のものではありません。そしてこちらがですね、本丸跡に作られた行田市郷土博物館です。俗百名城のスタンプはここで押すことができます。近くに埼玉古墳群がありますが、そうした古代の古墳関係、そして秀吉の小田原攻め、徳川時代の城下町のことなどが展示解説されています。忍城本丸跡の碑です。先ほど地図でご覧いただきましたが、忍城本丸跡というのはまさに本丸という廓の跡なんですね。実際にはかなり広い縄張りを持っていました。この先にある水上公園などは忍城の外堀でしたから、城全体はかなり広範囲に広がっていました。忍城櫓の石垣とあります。ここが石垣かと思ったんですが、おそらくこちらのね、下に置かれているのが本物の石垣なんだと思います。御三階櫓前に戻ってきました。こちらからですね、今度は土塁の跡を見ていきましょう。かなり傾斜がね、急であるというのがわかるかと思います。戦闘中はですね、敵はここを登っていかなければいけなかったわけですね。そして登った先には先ほどの様からですね、弓矢とか鉄砲の攻撃が待っているというわけです。藩校信州館の門です。こちらもね、先ほどの櫓と同様移築されたものです。信州館は江戸時代藩主松平忠敬が藩士の教育を目的に建てた藩校です。本丸土塁跡です。これは現存している、本物の土塁です。はい、ということでね、本日の動画はこれで終了となります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。この後はね、水上公園まで足を伸ばしますので、もしよろしければこの後の動画にもお付き合いいただければと思います。それではまたどこかの街でお会いしましょう。